はあります。国家資格でそれに合格しないと運転士にはなれません。約10ヶ月間の見習い期間中に運転に関する知識はもちろん、新幹線の車両構造や運転に関する法規などなんと11科目の勉強をします。勉強は大変ですが、目標に向かってコツコツ努力すればきっと合格できると思います。新幹線の運転士になるためには目標に向かってコツコツ頑張れること、決められたルールをいつもきちんと守ることができること、しっかり時間の管理ができることが大事だと思いますので、今から身につけるといいと思います。また視力と聴力も大切にしてください。2番目の質問です。1日に何回くらい東京から新大阪間を乗務していますかという質問です。平均的には2日間で東京から新大阪間を2往復します。走る距離は2日間で 2000km ぐらいになります。走るルート上の途中の駅はもちろん、速度計算、カーブや勾配がきついところなどもみんな見習い乗務の時に苦労しながら思いました。3番目の質問です。小さい頃から電車が好きでしたかという質問です。これは私の話になりますが、私は小さい時の頃から電車が好きで、おじいちゃんおばあちゃんにおんぶされ、駅に電車をよく見てに連れて行ってもらいました。その中でもこの東海道新幹線が大好きです。新幹線の代名詞である09新幹線に乗務した時の感動は今でも忘れることはできません。以上、お子様から寄せられた質問のご紹介でした。最後になりますが、新幹線は日本を代表する乗り物、私たち新幹線運転士、新幹線車掌、新幹線パーサースタッフ社員一同は誇りを感じています。毎日同じルートで時刻表通りに新幹線を走らせるということは、一見地味で単純な仕事のように見えるかもしれません。でも毎日同じことをしっかり確実にやることで安全を守ることができます。お客様の安全を守ることが一番大事なことだと私たちは思っています。この9534円を担当している東京大巡所の久保田運転士、1号車に乗務している西村車掌、8号車に乗務している私鴨志田、 JR 東海パッセンジャーズ東京列車営業試験の伊藤、高橋、篠崎、若林パーサー、またスタッフ一同社員は今後も安全で快適な運行に努めてまいります。長いご紹介になりましたが、今後とも東海道新幹線をよろしくお願いいたします。次の新横浜までおよそ33分ほどで到着をいたします。それでは失礼をいたします。